はい、お疲れ様です。お疲れ様です、はい、設営終わりました。あ、設営、ここはどこですか？大宮駅東口徒歩10秒、まるまるに東日本おります。明日から大宮盆栽が100周年って知ってたを開催します。設営が終わったところです。どうですか、大河君、意気込みは？意気込み、前日なのにも疲れてます。疲れてます。疲れてる、はい、明日自分がデモンストレーションやるので。そうだ、デビュー戦、デビュー戦、はい、頑張りますので、ぜひ見に来てください。いや、これは終わってからだ。終わってからなの、はい、じゃあダメじゃん。もう様子が皆さん動画で見れると思う。じゃあ見れるんで、はい、どうだったか、じゃあまあ明日ということで。明日ということで、はい、お疲れ様でした。やっていきます、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。当日、当日初日です。開店18分前になりました。はい、今水やってます。はい、パフォーマンスありますけど。 ありますね。緊張は、緊張はまあ今のところまだしてないと思うんですけど、多分直前になってピークを迎えるタイプなんで。なるほど。そうするとおどおどしちゃうんです。おどおどするところ、じゃあ見させてください。ここでねやる予定なんですけど、うん、まあ自分がやる前はずっと教室できるみたいなんで、そこで教室の体験をしてもらって、自分が終わった後も興味持ってくださる方がいたら体験してもらってという形になるといいなと思います。はい、ちょっとバタバタしますけど今。なんか話してますけど。打ち合わせしてますけど。私も鉢打ってます。はい、開花15分前です。15分前です。 T シャツね、 T シャツもね、いいじゃないですか。変わった鉢も先着1名ですね、これは。先着1名こんな感じです。おはようございます。おはようございます。朝礼始まった。これは埼玉さん今ツイッターを上げようかと思って。宣伝、あ、宣伝の方が、はい、頑張ってます。あ、はい、今日は広間さん、そうですね、今日はね、私は、2時から落語の方を一応やる予定で早速撮ってますんで。落語、私喋りませんけど。あ、どうですか。三遊亭楽勝さんが来るということですので、大河君のパフォーマンスもあるし、ワークショップもあるしということで10時オープンです。はい、間もなくお待ちしてます。はい、明日、明後日頑張りますし、明後日は私パフォーマンス、明後日って何、明日、パフォーマンスさせていただきますので、頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、盆栽師大河氏による、商品盆栽のデモンストレーションをこの後、始めさせていただきます。拍手でお迎えください。ありがとうございます。小舟の盆栽っていうのを繊細な手つきで作り上げていく、その匠の技をですね、今日はこの間近で、ご覧いただけるということで、ね、今回のパフォーマンスで使用する、樹木の種類、木の種類ですとか、はい、どんなパフォーマンスをするのかっていうのを教えていただけますか。はい、まず今回しようと思っているのがですね、大きい盆栽の展示は皆さん結構見たことあると思うんですけど、商品の展示と大きいものの展示って違くてですね、大きいものは、まあ、主木になる真柏とか松をこういう風にでっかいのを置いて、下にそういう草1個でだいたい2点飾りが多いんですけど、それを商品でやってしまうとすごい寂しくなってしまうんですね。なんで商品はだいたい5点飾りとか、最低でも3点で、4点飾りは縁起が悪いんでやらないんですけど、まあ、大体5点飾りが主流です。それをちょっと植え替えて、その飾り付けの方までどうやって楽しむかっていうところまで見せたいと思います。はい、先ほど、説明不足だったんですけど、今回、植え替えるのがですね、まあ、大体主木になる松ですね。この松を植え替えてですね、主木にしたいと思うのですが、多分飾り付けの時にこの松が小さすぎるんですよね。で、あと次にこのもみじですね、山もみじ、うちで未生で種から育ててもう5年近くなってるもんですね。で、あと単調草、結構完成品植え替えてるものが結構終わってると思うんですけど、これからこのピンク色の芽がこうピューって伸びてきて白い花が咲きます。これから楽しめるやつですね。これは松の下草に使います。このままだと大きいんで、すごい小さく植え替えようと思います。で、あと長寿梅ですね。で、これもバサバサしてるのを切ってちょっと植え替えようかなと思います。それは後でやります。
でこれはまあモミジなんですけど、こういうふうにモミジってあの普通に芽があるんですけど、この芽がね、あの新芽が吹いてくるんですね。で新芽吹いてきた時にどうしたらいいかっていうのをあの説明するのに持ってきました。で早速ちょっと植え替えていこうかなと思います。まず根っこを崩します。でこれはあの四国の松なんで、砂に割ってるんですね。でこれ砂に植わったままこれ関東で放置してしまうと、根が腐って枯れてしまいます。なんで、規制が良くないんで、本当だったら、もうちょっとサイズがでかいとこの土、関東で使うのは赤玉土にこれ桐生砂っていうのが入ってるんですよね。でそれにこの、砂を混ぜて植え替えるとすごいいいです。そうするといきなりあのこの砂から赤玉に入れちゃうとあのびっくりして枯れてしまうので、そこは気をつけた方がいいですね。洗います。洗ったら根っこはこんな感じですよね。で松はだいたいこのサイズだとあんま切りません。で芽をちょっと見てもらえるといいんですけど、この下にある芽、これがちょっと芽が多すぎて邪魔なんですよね。なんでこれは取っちゃいます、ね、であとこの真ん中、ここに出てるでかい芽もすごい邪魔なので取っちゃいます。であとは他の方にある芽もあれなんですけど、まだ小さいんでちょっと植え替えるんでね、ちょっとね芽が呼ばれるのも怖いので、これはちょっと残しておいて後々から芽を取りたいと思いますね。でこれに合う鉢をちょっと選びます。ちょっと鉢合わせが一番難しいんですよね。基本はデーモノって言われるこの釉薬、色がついてない鉢に入れるのが一番いいんですけど、まあこのぐらいのサイズがありますね。で一番小さいのにも入るんですが、これですね、デーモノ、これに入れようかなと思ってますね。基本だいたいデーモノに入れるんですけど、まあぴったし入るのはこれかなって、ギュッと。で色物も入れる人もいるんですけど、色物をすごいダメって言われてるのは、すごいこれあの水がそこまで好きな植物じゃないんですよね。なんで色物入れちゃうと水はけが悪いので色物に入れないっていうちゃんとした理由はあるんですけど、まあ、このサイズなんであんまり層があんま気にしなくていいと思います。鉢を選ぶ時のポイントは、きつめがいいとか余裕があった方がいいとかっていうのはあるんですか？木のサイズに応じて、まあ、木が7だったとしたら鉢が3なんですよね。だから木のサイズと同じサイズに植えちゃうとすごい不格好になっちゃうので、だから7:3、綺麗に見える割合が7:3ですね。7:3ですね。で網はこの穴のサイズですよね。穴のサイズによって網を切ります。ちょっと大きめに切った方がいいですよね。で針金が3タイプあるんですけど、これが1ミリで、これが 1.2 で 1.5 ってあるんですけど、それは鉢のサイズと木の大きさによって網の太さを変えます。あんまり大きな木に細い網で留めてしまうと、すごい根っこはねあんま止まらないんでグラグラになっちゃうんで、そこは木を見て決めます。すごい知らない間に人がすごい増えてびっくりしてるんですけど、重たいかと。で植え替えるのに大中小って土があるんですけど、これが大ですね。先ほど言ったように、赤玉土に桐生砂が入ってる。でこれもそうです、中、これが小、どっちも土は赤玉土に桐生砂が入ってます。でまず粗い砂でそこを見えなくなるぐらいまで入れます。そして、植え替えの時に使うマグアウプ系っていう中に入れる肥料ですね。でこれは中に入れる肥料なんで、表面に置いてもあまり効かないです、効果は。普通の肥料じゃなくて植え替え用の肥料です。でこれで植え替えるんですけど、さっきの1ミリだと細いんで、肥料を入れるのと入れないのにだいぶ変わりますか？種から育ててやつを、ポットに移したりするときには全然成長が倍ぐらい変わります。普通の植え替えはどうかわからないですけど、入れといた方が安心なので、商品の人はみんな使ってますよね。で止めるのに 1.5、 一番でかいのを使います。で先ほど入れた土を入れた鉢にこう入れてですね、で向きを考えて、盆栽には正面があるんですけど、鉢にも正面っていうのがあって、これ三つ足なんですよね。でその足が真正面に来る3つの部分の3つどちらでもいいんですけど、それが正面に来るところが前なんです、足ので。植物もまあ向きですよね。 木肌が木の動きが一番見えるところがまあこの木の正面なので、
ここを正面にしようかなと考えます。で植えます。で植える時にですね、この穴の鉢、一番側面の部分にこの針金を通します。でぶっ刺して上までやって、こういうふうに U の字を作って、でそれで刺します。で引っ張りながらギュッと止める。でこっち方止まったんで、次はこっち方ですね。先ほど同様に一番端の部分からギューって入れて U の字作って止めます。でもうこれで全然動かないんで、そしたら中間の土をちょこっと入れますね。でつっつく時もすごいしつこいくつついてください。これだいぶ土取っちゃったんで、だいぶつつかないと土がないんでね。なんでつつくんですか？つつくのは土が奥に入るようにですね。つつかないと土が中まで入っていかないんで、すごいなんか静かだからやりづらい。なんでもいいんで聞いてくだされば。そしたら根っこ飛び出てるのを切って水に入れます。で水入れるときもそーっとですね、縁ギリギリに入れるんですけど、そうすると勝手に水がね、色が変わるので、でこれでこれは完成です。後で苔ありますけど、とりあえずこれは。で次に長寿梅やりますかね。で長寿梅っていう木なんですけど、そこにもね生えてると思うんですけど、長寿梅ってよく梅って書いてあるんで誤解されやすいんですけど、梅じゃなくてボケの仲間なんですよね。でボケっていうのは1年に1回しか咲かないですけど、長寿梅っていうのは、本当は二季咲きなんですけど、四季咲きのようなもんでも、まあ年がら年中咲いてるんですよね。でこれが花で、ここも花だから、もうどこからでも吹いて咲いてくれる、もうすごい優秀な花なんですよね。でここにトゲがあると思うんですけど、トゲの部分ではあんまり花来ないんですよね。これ葉っぱなんですよ。なんでトゲの部分はもう切っちゃいます。結構大胆にバンバンいっちゃっていいもん。平気です、平気です、全然。でこのトゲ、下に落ちてるとすごい足に刺さるんで、最後掃除しますけど、すごい危険ですよ。でこれが花芽なんですけど、ちょっと本当はね取りたいんですけど、ちょっと花芽なんでかっこ悪いですけど残しておきます。であとは枯れ枝とか、こういう切り戻し枝をこうやって取るとかして、とりあえずこれでこれもつつきます。根っこをね一回見ます。でこの土も苗木の土って泥土なんですよ。畑の土なんで、ずっとこのままにしておくとやっぱ根腐れの原因になって枯れちゃうんで、苗木の土はなるべく取って自分のね土で新たな生鉢かなんかに植えた方が絶対いいですね。でこれもちょっと洗います。で根っこがもうこんなすごいんですよね、これでね、すごいじゃないですか。で基本長寿梅っていうのは挿し木でつくんですけど、片根っていうね、片方しか根っこが出ないようになってしまうことが多いんですけど、これはすごい優秀ですよね。ただやっぱりこういうふうにこういうね片根状になってますから。片根だとなんかどんな悪いことがあるんですか？植えづらいです。植えづらい、ものすごく植えづらいです。片方こっちだけ根っこがあったとして、固定したとしてもこっちが止まってないんで、すごいグラグラするんです。両方止まってればこれで固定されちゃうんですけど、安定しないみたいな。安定しないですね。花出てますけど丈夫なんで、ここまで切っちゃいます。全然平気なんで。根っこも割と切っちゃって大丈夫。切っちゃって丈夫です、こいつは。これが一番合うと思ったんですけど。なんか鉢でも底が深い鉢と浅い鉢があるんですけど、その辺のなんか違いとか、はい、これはこれに合うよみたいなのがあるんでしょうか？やっぱ草物は浅い鉢が合いますよね。であと欅なんかも浅い鉢が合います。で浅くても入る植物と、どうしても浅くても入らない植物あるので、そこでやっぱりもうどうしても諦めて深い鉢に入れなきゃいけないものがありますけど、基本は大体盆栽は浅い方がかっこいいです。かっこよさで言うと浅い方がかっこいい、かっこいいです。で浅い中にも丸鉢の浅いのだったり、四角の浅いのだったり、こういう楕円の浅いのがあるんで、それはもう植物によって変えます。鉢の穴を穴の鉢って言ってる。長寿梅がそこに生えてるって、売ってるんですよ。
本当はこれに入れたかったんですけど、ちょっとさすがに根っこが。そういうのを無理して詰めてはいけない。いや平気ですよ。ただここが強いですよね。無理やり入れたとしてもずれちゃうと思うんですよ。向きはこうなんですけどね、花がこっちにあるんでね、やっぱ丸で、無理しないでこっちの方がいいですかね。時間どんぐらい経過しますかね。20分か。じゃあ平均です。また先ほど同様に網を止めますね。で先ほど同様これもね止めます。でさっき言ったように粗い土を入れて中に肥料を入れて止める。でこの鉢おちょこみたいだと思ってる方結構いると思うんですけど、おちょこのこう作ってる瀬戸で作ってるものなんで、おちょこに穴が開いてるようなものなんで、おちょこなんですよ元は。根っこがなんか強いのでいかんせんちょっと。何でもあります。さっきとか木のサイズと数的にこれだとちょっとね余白をつけなきゃいけないんで狭いんですよね多分ね。でやっぱり飾り付けとしましてはこの長寿梅とこの松がこっちの大きいんですよ。で本来主木はこっちにしなきゃいけないんで、こっちを大きく大きい太い木で植えてれば全然何も問題ないんですけど、これがちょっと小さいんで、でも今回はちょっと見本ってことなんでちっちゃくしました。で本当はこの地板の色も一緒の色じゃないといけないんですね。これちょっと違うんですよね。ってなるとまあ御殿飾りにしたいんでちょっといろいろ持ってきたんですけど、こういうねくず矢石っていうのもあるんですよ。この山、これを山に見立てて山をね離して台に越えておくんですよね。でここに山の元に松が生えていて、そこに草があると、こういう飾りですけど、これは3点飾り。ただこれを商品でやるとちょっと寂しい。これが相当いい木ならいいんですけど、やると寂しいんで、これはもう今回はこれ全部ちょっと使って飾りつけようかなと思うので、ちょっと山をなしにしてこの天杯って言われるウサギがあるんですね。銅のウサギを今回ちょっと持ってきたんで、他にちょっといいのがなかったんでこれを使おうかなと思います。長寿梅がちょっと大きいんで、まあちょっと色は違うんですけど、これで高さを作ってあげて、その下には草があって、まあ、ここが山の景色ですよね。で、まあ、花が見えるんでね。そしてここにもみじ、本当はこっち向きだけどしょうがない、こっち向き。これだと4点飾りになっちゃうんですよね。でこれだとやっぱ面白くないんで、まあ、遊び心としてこういう飾り方もあるんだよっていうのを見せたくて、これ普通の砂なんですよ。でこれをこの銅のウサギの天杯をこのままここに置いてしまうと、なんちゅうせん同系色なんで見づらいんですよね。なんでウサギを置くんですが、こう置くとしてウサギを目立たさせるのに砂をね使って強調させるっていうやり方があります。そうするとすごい目立つという、こういう風な見せ方もできるという。これだと1点、2点、3点、4点、5点飾りになるんで、これで一つの景色を表せられるという、こういう飾り方を商品ではします。でこれは一つの目安としてこういうの飾り方があるわけであって、別に例えばうちの近所だったら欅林があるわけですから、欅を寄せ植えしたやつをやってうちの景色をやったっていいですし、例えば梅のね林とかをいっぱい作ってあげて、水戸の偕楽園を作りましたでもいいですし、それはもう足したようにいろいろ好きな飾り方があるので、まあ、スタンダードとしては、まあ、山があって、まあ、松の下に草が生えてて、で中腹部に行くと、まあ、長寿梅が生えてて、もみじの野原があって、そこにウサギがいるという風な景色をここで表してるっていうことができるので、それができるのがまあ商品の面白さなのかなというふうに思います。はい、室内で飾りたいと思って、室内だと、まあ、ずっとは無理なんで、まあ、1週間ぐらいとか、基本は外で培養しないとダメなんですよね。だから人に見せるときだけ中とか、展示会のときだけ中とか、そういうふうにしてやりますね、うん、こんな感じです。長い間ありがとうございました。すいません。
然大丈夫。質問ある方、最後に何でもいいんで。どうぞ。植え替え直後の管理方法とか注意点ってあります？植え替え直後はすごい乾きやすいんで、先ほど言ったように本当に目離せられないんですね。このサイズを植え替えると本当1日外出れないみたいな、1時間家開けるぐらいはできますけど、そのぐらいバッツリ切るとね、場合はね、例えばさっきのポットに入ってたものをこのサイズにするってなるともう相当無理するんで、まばら乾きすごいするんですよね。だからすごい乾かなかったりするし、すごい乾いたりするんで、そこの1週間2週間が一番大事で、だからここまでは無理しない方がいいと思います。だからこんぐらいのポットのやつをここにするんだったらそこまで気をつける必要はないですけど、うちは結構無理するので。そういう時の対処法とかありますか？対処法はやっぱりこのサイズだと根っこが少ないんで、上げすぎるとやっぱ根っこすぐ腐っちゃうんですよね。で、なんでそれができるかっていうと、春にしかこれもできなくて、そのやつのやっぱやるのは春が一番の成長期なんですよね。だからできるんであって、やっぱ難しいです。そこをなんとかして補うのであれば、やっぱ二重鉢にするか、水盤に入れちゃうとちょっと厳しいんで、やっぱ二重鉢が一番いいかなとは思いますけど。ちょっとね、細かいちょっと質問なんですけど、植え替えの時割り箸で作ってるじゃないですか、手に。あれって細かい根が切れちゃったりとかってなんか考えた方がいいんですけど、あんまり作ると。いや、そこまで大丈夫です。平気ですね。こんなもうガッツリやってんだったらですけど、この程度だったら全然。はい、そのことです。はい、根を切るときに切っちゃいけない根とかって。切っちゃいけない根はその時期にもよりますね。春だとその直根っていってビューって下にかか上から下に強い根が出てるやつがあるんですけど、あれを切らないと脇根が絶対出ないんで、それを残したままって一生そのままなんで、それはもう枯れてもいいって覚悟で切った方がいいですね。であまりにも脇根がない場合は、まあ途中で切って様子見たりとかしますけど、基本その直根があると、例えばもうこんな浅い鉢には絶対一生終わらないんで、早めに切んないともう将来それがどんどん強くなるだけなんで、それは逆に切った方がいい根はありますね。切らない方がいい根っていうよりも切った方がいい根が結構あります。はい。長寿梅っていつぐらいで植え替えたらいいんですか？基本は秋植え替えなんですけど、乱種病になるって言われてるんですけど、うちは基本1月とかにも植え替えちゃいますね。結構1年中植え替えちゃうかなっていう感じです。乱種病になったことはあんまないですね。はい、今は花時期咲いてますけど平気です。血は強いんで、はい、枯れるってことはないです。まず、じゃあ、今回はすみません、長い間グダグダでしたけど、ありがとうございました。皆様長い時間お付き合いいただきましてありがとうございます。最後にもう一度盛大な拍手をお願いいたします。それでは引き続きこちら丸々東日本、盆栽の、イベントをやっておりますので、ぜひゆっくりご覧いただきまして、お好きな盆栽を探していただければと思いますので。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。緊張した？緊張しました。なんか自分が考えてた通りはやっぱできないもんです ね。お客さんとやっぱ接客しながらやろうかと思ったんですけど、やっぱすぐ応答がちょっとうまくいかなくて、ちょっと反省点が多いかなと。カメラマンもいたしね、司会もいたし、突っ込んでくれる人たちもいたから、至れり尽くせりね、よかったです。でも最初にしてはいいんじゃないですか、人もたくさん見てくれてたんで。びっくりしました。パッて見たらすごい人がいたんで、最初いた時はちょっとね、楽な感じできるかなと思ったけど、まあ、1回目としては成功でいいんじゃないですか。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。感謝してます。次回の大河先生のデモンストレーションをお楽しみください。はい、お楽しみください。機会をまた作りましょう。はい、作りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、終わり。お疲れ様でした。大変疲れましたけども、3年前同様いろんな方がお見えになっていただいて、大盛況で終わることができました。また明日も頑張りたいと思います。はい、どうでしたか、初のパフォーマンスは。まあちょっとね、思うようにはいかなかった部分もあるんですけど、まあこれを生かしてまた次のパフォーマンスできたらなと思います。で、明日はカンタ君のパフォーマンスなんで、もう、はい、DJ と DJ と
コラボと。コラボと。ホコ天でやるの初めてです。多分著作権に引っかかると思うので、音はパツパツ切ってるかもしれない。そうですね。野外ステージ、初めての野外ステージなんで。はい、やります。はい、じゃあ後半へ続く。後半へ続く。はい。